改めましてこんにちは、ザ・ボイス・オブ・ラブです。イエイイエイ、ありがとうございます。皆さんゴールデンウィーク楽しんでおりますでしょうか。いや、こんなに天気のいいゴールデンウィークってなかなかないんじゃないですか。今日からまた、7日まで毎日こちらの方で、ステージがありますけどもね、たくさんいいアーティストが登場します。ぜひ、7日までもうとりあえずここに来れば楽しめるぐらいの、感じのライブじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。さあ、僕たちは仙台、在住、仙台最強、仙台最も響くと書いて仙台最強のボーカルグループというふうに名乗ってやっております。で、今日ね、写真とか映像もバンバン撮っていただいて構いませんから、で、SNS に上げるときにハッシュタグ仙台最強って上げてください、はい、ぜひそちらの方に SNS って言いましょう。 SNS、 はい、SES って何？みんな分かってくれてるからね。SNS ですよ、はい。ぜひ、ハッシュタグ仙台最強で上げていただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。僕たちは、ね、今日東北楽天イーグルスの、はい、T シャツを着ておりますが、ここに来る前にですね、コボスタで、国歌斉唱してまいりました。はい、ありがとうございます。非常にいい経験をさせていただきました。東北スマイルデーということでね、楽天イーグルスが、チャリティーイベントのような形で、東北を支援しようということで、やっているイベントの一環で僕らも、歌わせていただくことができて非常に嬉しく思っております。ね、今日は、いつも僕ら大体30分とか、ね、25分とかそのぐらいのステージですけど、今日はちょっと長めに、お送りしてまいりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければというふうに思います。次にお送りする曲ですけれども、僕たちの、セカンドアルバム、もう一昨年になりますね、夏にリリースしましたセカンドアルバムの中から How My Heart Sings という曲を抱っこして一緒に歌ったらいいんじゃないの。もうありです。もうその方がいいんじゃないの。その方がいいんじゃないの。ママさんいるから。そういうグループですから、うちは。新メンバー紹介します。いや新メンバー、はい、ではじゃあ、はい、How My Heart Sings という曲を歌いたいと思います。お願いします。Thank you.
さあ向こう側からメンバー紹介をしたいと思います。トモ、こんにちは、よろしくお願いします。シンガーソングライターのアイ、よろしくお願いします。アイちゃんはいつ出るんだっけ、ここに。明日です。明日、はい、明日16時から、はい、出ます。ぜひ応援に行ってください。白坂ゆき、こんにちは。いいな、まあ、ありがとうございます。ハリウワカコ、すいません、お騒がせしてます。琴音ちゃんです、すみません。かわいい。山田桃子、ありがとうございます。セイホー、ありがとうございます。柔らかい方だった。そして7日の日にこちらでね、はい、ライブやることになってます。長井健、長井健です。7日もお願いします。さあ、そして5日だっけ、金曜日です。5日、はい、5日に出演します。猪俣明彦、猪俣明彦です。 Everybody say home! ありがとうございます。そして6日の日に、こちらで、16時からライブやります。猪狩大使です、よろしくお願いします。長井さん言いましたよ、7日の日に出ますよ。はい、次にお送りする曲ですけども、ラララという曲を聴いていただきたいというふうに思います。この曲はゴスペルエイドフォーキッズというですね、子どもたちのために、作った、曲なんです。僕は子どもはいませんけども、もし子どもがいたら、こんなメッセージを送ってあげたいなという気持ちで作りました、ね、今日はいい感じじゃないですか、ね、子どもを抱っこしながら歌うとちょっと心配ですけど、はい、ということで聞いていただきたいと思います。ラララ聞いてください。Oh,
加工。